はい、どうも、アイリスラーメンの山口です。リゼロ10巻読み終えました。感想、考察、考察まではいかないか。ちょっとした感想動画になります。まず、ここで分かったのが、一応ちょっとまとめたんですけど、ベアトリスが大精霊っていうところが、ちょっとね、大精霊だったんだ。まあ予想はね、ちょっと人間ではないっていうところで、予想はしてたんですけど、まあ、今回、大精霊っていうことがね、判明しました。そして、ベアトリスの、なんか、ジュースって言ってたんだよね。ジュースっていう多分人物名なんだけど、この人物、いつ登場するのか楽しみです。そして、まあ、表紙にもあるんですけど、エキドナ。はい、エキドナの登場ですね。今回、めちゃくちゃエキドナ、かわいいね。かわいい制服姿とか中にね出てるんですけど、めちゃくちゃかわいいですね。であとはエキドナ以外にもフレデリカとガーフィール、リューズ、ここもねアニメで2期で、登場する重要人物なんですが、その人たちも登場しました。そして、スバルの親ケンイチとナホコ、夏木ケンイチと夏木ナホコも登場してきましたね。まあ、スバルの過去編っていうか、まあ、過去編みたいな感じで、自分の過去と向き合う時間、そういう試練ですね、があったんですけど、そういうなんか過去編って俺あんまり好きじゃなくて、またダラダラとやるのかなって思ったんだけど、めっちゃ感動した。珍しくね、そういう過去編でめっちゃ感動しました。あんまね、本当に他のアニメとかになると過去編って、あんまり好きじゃないんですよね。でも今回ね、めちゃくちゃ感動した。泣いた。まあ、リゼロが好きだから、スバルが好きだから、その、感情的にね、泣いちゃったのかもしんないけど、まあでも、面白いね。過去編も面白い。すごく、いいです。はい。で、試練ですね。自分の過去と向き合う時間、こういう試練があって。で、スバルが途中でエミリアが寝てると思って、ゆっくり歩いて、静かにね、物音立てずに扉を開けたんですけど、その時にエミリア起きてて、スバルって呼んだんだけど、その後のスバルのセリフが、癖になってるんだ、男。殺して歩くのって言ってて、これハンターハンターのキルアの、中二病のセリフですよね。癖になってるんだ、音消して歩くのっていうことをね、スバルが言ってて、おーって思いましたね。ハンターハンター僕もね、好きなんで、すごく、こうやってスバルが言ってたのが、すごく面白かったです。あとは、ガーフィール。ガーフの謎慣用句。これ、メモしようと思ったんだ、謎慣用句全部。ただもうすげえ読んでて、もうメモするのも忘れて読んでたから、どういう謎慣用句があったかわかんないけど、なんかの伏線っぽいなっていう気はするね。全部が全部伏線っていうわけじゃないけど、なんか一つでも言葉のやつが伏線になってそうな気がするんで、後で誰かがまとめてるかどうかちょっとネットで調べてみようかなと思います。ただ俺はまだ10巻までの内容しか知らないんで、ちょっとね、あんま調べすぎるとネタバレになっちゃうからあれなんだけど。で、この巻の最後に、腹綿のエルザが登場したんで、あ、ここで登場するんだと思って、しかも忘れてたわって思ってたわ。いやー、登場しましたね、エルザ。いやー、今後どうなるのかな。あと、スバル最後死んじゃったんだけど、その死に戻りをまだしてないので、この死に戻りの場所がどこになるかっていうのもちょっと次の11巻で、出るんですけど、今めっちゃ気になってます。なのでね、次11巻頑張って読もうと思います。では、リゼロ10巻読みました。2期の内容です。アニメ2期の内容です。もうアニメがすごい楽しみです。ではね、今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。